おい、えー、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ピオ正義ね、やっていこうと思うんですが、えー、っとね、30杯目をしてしまったので、えー、またね、ピオテイクにちょっとお手本見せてもらおうかな、ということで、えー、今回は、えー、前回まででね、えー、っと、なんだろう、まあ、誤配するたびにちょっとお手本3曲見せてもらう形で、えー、玉のかっこいいよね。えー、ヤクラと振り飛車見てみたので、今回、 居飛車にしてみよううかということいこで、ね、ちょっとこれでお手本見せてもらおうかなということでね行きましょうよろしくお願いしますまあでも居飛車って多分そうだよね初期配置のまま前に突っ込んでいくことを言ってるんだと思うのでまあなんか特に指定しなかった時に何度か見てるような気もするんだよね あれでもなんかこれヤクラの時の動きじゃない <laughs> あれなのかないろいろ複合してる部分があるのかもしれんな。こう見ると。まあとはいえ、これだけだとまだわかんないけどね。まあでも、えー、弾を端っこにしまっていったよという形なのかなで、相手の角が出てくる。 そうなって銀が出るんだでトビさん下がるあこの銀金玉の形なんか前に見た気がするなまあでも自分の角がちょっと使う使おうって意味では使えてないからどうなのかなという気もするんだけどあでもそっち側で使っていくのか。 相手の角が出てくる銀で守るのかはあポでつついてえバックさせてまあ、ただ銀が狙われたままの形ではあるのかなえー、でもう一個の銀が上に出てきたこれも取ったら取るような構えだから取られる心配はないんだねで角が出てくるそうかそこが開けば角自分のやつ使えるよと。 うんうんうん、で端っこつついたら、えー、角が交代してそうかそこにずっといると次つつかれた時にまずいって感じだねなるほどねでそっちを取ってここからどうするんだあ真ん中で、えー、前進しましたね相手は銀が出てくる。 えっと動かしてなかった金を移動した時にポをつついてきたけど、えー、そこはバックすると、まあ、角が、えー、外に出れてるからバックしたところで働いてるのかで前進してそこつついて、まあ、それは一旦取り返すのかなあ取り返さない先にそっちを攻めていく、まあ、でも金がいるから、まあ、もうあそっちを取るんだでポで突つ,つかれてまたバックすればいい ってことかまたワックすればいいんだね。なるほど。で、えー、トビさんに一旦ちょっかい出すけど、これはまあ取りますよね。はい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 。まあ、横の利きは少し減るのかなという感じですが、それでもまだ悪くはないと。えー、また銀で取る。そうだね。そこはずっと、 あれなんだね取ったら下がって <laughs> 取ったら下がっての繰り返しになるわけだねなるほどなるほどで銀バックさせてで銀で突っ込む相手はえ角に一歩でアタックしてくるがこれは下がっていていいとでもそっち下がっちゃうと今度銀後ろに下がれなくなっちゃうけどいいのかなそこをどうするの <laughs> そっち取るんだでそこ一旦取られた時にんまあどっちかの金で取るんだと思うけどそっちで取るで、えー、またポでトビさんにちょっかい出してくるがまあこれも多分取るんでしょううんで、えー、金で銀を取ってまあ取り返して裏返すのかなうんうんそうねでえい、ー 一歩で、えー、追い返しに来たでも前、えー、前に進んで入っていくおっと大手であるがまあこれは中に引きこもるとで王様が、えー、逃げていく一旦イちゃん取るとかそうそうだねはい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 、えー、で銀でついてきたが金で大手して金で大手してああそうかこれは。 あれか、ずっと追いかけていけば取れるってことか。なるほどね。いやね、ピヨテ簡単に勝つんだよね。<laughs> 全然真似できないんだがっていう。まあでもそうか、この金、この銀、金、玉の形は確かに前にもなんか出てきてた気がするし、なんか有力な形の一つなんだろうね、雰囲気は。 うまく活用できるかかわんけどそうあそこねあの攻められても銀の方で取ってね銀の方じゃなくてポで取っちゃいそうなんだけど銀で取ると戻れるから繰り返しになって、えー、相手の飛びんの先っちょがね攻め込めないってことなんだねきっとでその間に、えー、そっち側を突破していくとでフィニッシュとしては これはここで投げてるけどうーんまあまあまあ奥に逃げてく分にはずっと王手をしてしまえばってことなんだろうねあでもここでちょっと取れない取れないか <laughs> 取れるわけではないかあでもこうやっちゃえばいいのかなるほど っていうかそうかそういう意味ではあれかそもそもこれに逃げた時にあでもやっぱりこうだよなそうかだから引き返すとこいつが来ちゃうということで引き返せないから端に行くんだけどそれでも結局最後は、ね、取れちゃうという形なわけだなるほどねはい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 えまああのー、ちゃんと取れてるかの確認はしたとして まあそれ以外もなんかあれだよな気になるところといってもそうだねうーんとねまあなんかああなるほどなあと思ったのはそうだねこここういうところかな あの、続ついてきたときに銀の方で取るんだっていう。なんか、ぽで取りたくなっちゃうけど、ポで取ると後ろ下がれないから、形が多分崩れちゃうんだろうね。で、こっちで取ってる限りは、もう一回ついてきても銀が戻ればいいだけだよ、ということで、同じ形繰り返しになっちゃうから、攻めれないんだね。っていう、そこら辺が結構、関心し、 ポイントというかそうもう一回つついてきたけどこれも取ってねでまた後ろ下がればいいやんみたいなことだからねなるほどな。 はい。えー、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。またね、あと2回ぐらい、同じような感じで、ちょっとお手本見せてもらった上で、えー、もう一回ね、ピヨイキくんに挑んでいこうかなと思いますので、よろしくお願いします。ということでね、今回はこれで終わります。ありがとうございました。いよいしょー。